はい、レクサス IS250 バージョン L で今走り出しました。この IS250 は350パワフルな方と違って変速機は6速 AT なんです。350は8速 AT なんですが、この6速 AT であることも、ある意味一つの運転のリズム感をつかむのに、かえって好都合といえる面もあります。やっぱり一つずつのギアの守備範囲が広いので、エンジンの回転の上がり下がりのメリハリを、感じやすいですね。それから、画面からこの乗り心地というかボディの、言うに言われぬしっかり感、感じてもらえるでしょうか。これに大きな秘密があります。まあ、見えないところなんで画面で解説はしにくいんですけれども、ボディを作るときに金属面を接着するのにスポット溶接は点点点点と点でこう繋いでいくのが普通なんですけども、さらに縫い付けるように、特別な接着剤で鉄板と鉄板を貼り合わせてます。これは航空機や宇宙船にもよく使われるようになってきた接着剤なんですけれども、それを使っている接着部分の延長がこの車1台で25メートルにも及びます。さらにレーザースクリューウェルディング、まあ、略称 LSW というんですが、離れたところからレーザー光線を照射して金属部分を加熱して溶かしてお互いにくっつけるという新しい手法も使われています。おかげで非常に剛性の高いボディができました。これだけの大柄なボディで重さが 1.6 トン未満という軽さに仕上がってます。さあ、このレクサス IS、非常にスポーティー風味を盛り込んだっていうのが、まあ、開発陣の狙いなんですけれども、それを象徴するのがこのコンソールにある、ドライブモードセレクターです。ただの丸いダイヤルなんですけども、今は、私今ノーマルモードで走ってます。でこれを左にこう回しますとエコモードになります。それからこれを右に回しますとスポーツモードになります。どう違うかっていうと、エコモードだとノーマルモードよりもさらにこの、オートマチックのトランスミッションの D レンジで、回転の低いところで次々と早めにシフトアップしてなるべく多く高いギアを使う。逆にスポーツモードにすると、各ギアでもっと引っ張り気味になる。その分そのアクセル踏んだり離したりのメリハリ、アクセルコントロールが効きやすくなったり、まあ、加速もその分力強くなったりする、そういう味付けの違いがあります。ここから首都高速に入ります。スーッとこういう風に流れるように加速していくと、だいたい各ギアで2500回転ぐらいしか回らないで自動的にシフトアップします。ですから当然音は極めて抑制されてますね。でこの首都高速、この部分は非常にあの重量トラックもたくさん通るので、路面の舗装はもう古いんですね。結構荒れてデコボコしてます。で乗り心地もどっちかっていうと、大きな乗用車にしてはコツコツ感じる部分もないではない。だけれどもそれが不快な付き合い感ではなくて、車とドライバーと密接につながった一体感を感じさせる、フィーリングになってますね。純粋に路面からの衝撃を吸収して、なおかつ、雑な振動はうまくいなしているという感じですね。今アクセルを踏んでますけれども、ちょっとアクセルを戻し気味にするとメーターの左に、まあ、最近のトヨタに特徴の緑色のエコランプがつきます。なるべくこのエコランプがつく時間が長くなるように工夫して、そーっとアクセルを踏むことによってかなり燃費はよくできます。それでいてこう急加速は、まあ、ちょっと前の車に突き当たってしまいますし、あんまり派手には試せませんけれども、ちょうど6速で走っていたのがパッとアクセル踏むと敏感に4速に落ちて、グッとトルクの出る回転域にタコメーターの針が飛び込んでいきます。こうやってちょっと急にアクセルを踏んだりした部分も含めて、東京首都高速での燃費は今 9.4 キロ。 IS250 バージョン L いかがでしたか。サクッと軽い素直な走行感覚、結構感じていただけたんじゃないかと思います。この総合的なドライブフィールはその欧州の伝統あるスポーツセダンにも勝るとも劣らない、かなり高い国際的レベルに来ていると思います。IS250 かなり注目ではないでしょうか。